こっちも強いかなって感じ。右全体硬い。これ覚えといて。ここ緩めたらめっちゃ排気が上がりやすくなる。すごくするんで。出てこいや。あ、そうなんですか。カラスしてる。ブローブローブローあの時の工事は最強やったな。勝った時にクエ君とその時のチャンピオンの試合見て、あ、俺はライト無理やなって。そうやろ。クエとその向こうのチャンピオンの試合見て、あ、俺はこの階級無理やと思う。その時にガッといっとったら多分もういけてた。あれが天気やったわ。いいですか。これちょっとやらなくしていこうや。これ逃げるよ。足首弱い。足首硬い。俺も多い。ああ、水乳首硬いがチェックして。それも一応チェックした。動画上げられへんやん。すごい。セクハラ先生。あ、そうか、動画で使うの。ごめん。いや、全然。打撃系のシナリオある。こっちも強いかなって感じ。右全体硬い。確かに左柔らかいです。これでもさ、練習後にやりたいよ。オーソドックスでさ。
ミットとか打ったりとかするときは。右が前やんか。はい、右に乗る形やんか。前腕だけ。全然入るように見えるな。左の相手を右でやるような。なかなか長時間に終わる。動くから。これあの後でやってもらうの割には。なぜなら俺は何でも。だからいっぱいやる。でも結構やった。結構やった方がいい。で周囲にいっぱい。絶対疲れた方がいい。絶対体のダメージ絶対いい。体のダメージが。今動いてるの見たらいやほんまに。倒すのが右に重心かけて右の運動量と筋肉の幅って可動的に少ないから可動域も全部が変わってくるやん。変わるのかね。筋量も全部が変わるけど、せめてちょっとでも近づけてやった方が。お疲れ様です。はいよ、じゃあね。お疲れ様です。ちゃんと英語で言うとるでしょ。俺いや僕たまには言うわ。野球好き。野球最近はもう見ないです。野球やってます。野球やってます。ジャイアンツの坂本。わやな。坂本選手なんか左利きで右バッターやん。あ、そうね。試合前の。わやな。あの左打席でさ、右バッターけど何がホームラン。わやな。練習で。なんでそうやって言うとやっぱりバランス重視。ワンネルもいいし、ワンネルもいいし、ネイティブの発音が、ネイティブの発音がバランスを崩して、ワンネル、これな。これ覚えといて、これほぐしといて、テニスボールとかなんでもなんかこっち下にし、ここ緩めたらめっちゃハイキックかかりやすくなる。そこを張ったらどうしようかな。はい、なります。みんなも言うのにみんな信じるの。いや、みんな理屈が分からへんから。指導でもすごいです。こうやりながらドラゴンフラボクシーであれこっちでやる。言ってもやらんやつやらんからな。こっちでやったらほうがいい。これで何が結構重くないと強い人は何でもやるわ。やるんすか。でもね、腰起身とか大丈夫。ちゃんと興味を持つから大事なんだ。これやってみたらどうなるんやろ。これやってみたらどうなるんやろ。手を思うだろ。でも力は硬いです。お尻あ、もう尻を腰でこれが稲垣組ですね。やめろ。え？稲垣組は俺の失礼だ。嘘やん。もうだからスレスレというか、つかないで。もう金太郎と対談終わったさ。まだファイトライフ終わって発売されてる。力抜けてこう。いや。それ必要と思う。ちょうどこれやん。なんで指倒してわかんねえ。うんとくるんすよね。こうっていうのわかんねえ。こうしたら緩むか。ガッツリ蹴ってくるよ。そのな、ほんま腰引きつけや。取ってます。攻めようとすれば下糸を上に上げたら楽なんで、これ練習するんやったら、あのボクシンググローブ誰の？あれ僕の。それ取ってもいいですか？です。
最初のこれ枕に練習してで、ここで一回締めて股関節詰まるほぼほぼの要因は前後のおけつで、ここを緩めた方が違う でこれでやったら練習こういう動いてもらうから何かにはおかずが増えたかな。どうじゃ熱いんだ。あ、そうなの。見てゆっくりゆっくりゆっくりちゃんと締めたら上げる。で、ここで一回収縮入れて工事試合ある11月じゃないですかね。ハンクラン今日練習できたら、もう手術して1年経ったんだ。うまいな、もう早いな。高十字やったっけ。どっちも。あ、どっちも。前も後ろも半月板も。高十字ももう30もええ年やもんな。そうっすね。子供も大きなったしな。確かに大きくなった。津田さんこの子だくさんじゃないけど。やばいな。4人。一番下の方まだちっちゃいですよ、ね。上中2やねんけど下まだ1歳やねん。ねそんなぐらいですもんね。どう思う。離れてんねん。奥さん大変。浩二3人目は。いやもう今すでに3人です。いや、3人目は今行くぞ。3人目は2歳ですね。もう早いな。もう2歳ですね。4人目行こうか。4人目双子やで。やばい。しかも女の。女の。女遊びしてきたやつは娘に泣かされるからな。よう言いますね、それね。だいたい遊んできたとこって女の子。めっちゃ古いんじゃん、高木健太って。結構昔からいそうなイメージ。あ、そうなんですね。パンチ系なんで、なんか知らんけど僕が仮装でやらされてるんですよ。だから僕が蹴りを封印してパンチばっかりやらされてるんです。いいやっちゃいますよ。いやでもタッパーとあのリーチ的には合うと思う。いや、合ってる。そう、合ってる。絶対だって打撃系やん。タイプが違うやけどな。いけるけど無理くりパン。リーチとはあのタッパーといけるよ。マッチの選手なんでしたか。あ、展開こっちで作っていかないかな。そうですね。まあまあ遠間で 足でバンバン攻めるか。カウンター気付けた感じかな。そうですね。さっき当たると思うんだけど。間違いない、いけるわ。この体みたいにいける。地元いける。サクッと勝って、タイトルマッチに行ってサクッと勝って、うん、で、ライジンやな。ユーフシー行く。ライジンあんまりやな。興味ない。あ、そうなんや。中座級、死ぬほど盛り上がってないから。そうやな。見てもらわないから。リーチ君と。そうやな。なんかあんま盛り上がってないし、他がつあの強いのがいすぎて。キイチさんとケイタロぐらいしか強いないじゃないですか。そこはさすがにきついもんな。はい、OK、じゃあ上向きになって、はい、これでさ、めっちゃ変わるわ。わかる、わかる、うわ、わかる。ちょっと動いて。全然なんかもう違う人に詰まるよ。そうやろ、これ試合前と練習前と練習終わった後に比べたいな。全然違うよ。分かりやすい。これはすごくするんで、そっちのやったらこっち伸びてる。こっち使えないよ、高田ちゃんやん。高田さんやって分かる。こっちってもうこの軸回転の動きしかないやん。はい、こっちを動かす時間に作った方がいいです。動かしてからストレッチとかいい。したら言わしてるんちゃうやろ。はい、あ、めっちゃいい。ええ感じ。はい、
じゃあ一回切ってもう一回。この時ってどっちで踏ん張る？左踏ん張る。左来る時は右に踏ん張る。右に乗るよな。これちゃんと受けてと。これも左右だった方がいい。打ち込みのでもいいから絶対でもやったほうがいい。打撃系ってほんまに極端にもう真逆やから、はい、全部乗るやん。さあそうやって、はい、これでも全部変わるから、もうほんま8、2、9、1ぐらい変わる、違うから、はい、しんどめちゃくちゃ。でも分かる、言ってること分かるよ、はい、それを、そう、それをもう土台から基礎から動きやすいフラットな状態を、例えば左右差もそうやし、前後もそうやし、上下もそうやし、そこをなるべくニュートラル状態を作っていって、で構えてるゼロの姿勢をいろんな動きが方向でいけるように、ゼロから100番出せるようにとか、でも20、30くらい入った状態でガーンっていこうと思ったら7割くらいしか実はパワー出へんし、その底辺分を他のところはカバーしたり、それが怪我のもととかになるから、はい、いかにゼロを2乗タル作るかっていうのを、はい、でそれをやっていきながら練習もしながら動きも見ていってやっていったら分かる、またパフォーマンス変わってくるし、その中で変化を見ていかなきゃ明日偉いことになるんですよ。でもそれをそうだからちょっと体と向き合わなあかんない、はい、動きの中で変化を感じたり、脱力ゼロの姿勢でも今いつもやったらこの姿勢って思ってるけど、これだけじゃないよ、いろんな壊して作って壊してその中で自分のベストな形に、はい、いい感じや。